ストロークを勝手にしてもらえるというか、はい、まあ、そういうのがあんま好きじゃなくて、いいストロークはいいってはっきり出て、悪いやつは悪いっていうのがすごいはっきり分かるので、はい、ピン型がすごい好きなんですよね僕は。ちょっと待って、はい、ショットはめちゃめちゃシンプルなのに、はい、パターンになるとそこがダメなんだいやなんか嫌なんですよね、こうフェースバランスとか、はい、こう勝手に仕事してもらうのあんま好きじゃなくて、はい、こう自分で動かしたいっていう、自分でパターンのフェースを動かしたい、はい、まあショット同様、まあ、フィンガーグリップで、はい、握るってことですね。そうですね、フィンガーで、まあ、結構本当に親指もまっすぐまっすぐな感じでこう構えるってイメージですね、はい、右の僕はここを意識してますよね、この、はい、人差し指、はい、人差し指が結構方向を決めてます。だからこれがこうなってくるとこうなるし、うん、だからこうなってる、まあ、かぶせすぎるとこうなるしっていう、フォローする側ではこの親、はい、あの右手の人差し指のこの、はい、なんていうの、外の面ぐらい、そうを意識してこう出すイメージ、フォローするに出していく、はい、